こんにちは。文庫本発売記念。高木とみち子の噛みつく二人ウィーク。ぴったりじゃないですか。何の打ち合わせもしてない。本当ですよ。これ何年目ですか私たち。八年です。八年目。祝杯をあげたいですな。もうありましたよ。本当ですよ。ついに十二月五日に文庫本噛みつく二人というタイトルで出ておりますのでよろしくお願いします。読みやすい文庫サイズだけじゃないんですよ。解説はイザベラでもお世話になります。イザベラバード。はい。松隆子さんです。松隆子です。 <え> <laughs> そんな感じあの紅白歌合戦の時に「うん、スマップって言った時の松さんのこ <laughs> 司会の時の松さんでもやっぱりいいですねイザベラ・バードの時に思いましたけどいいっていうのは女優として女優としてもいいし、うん、まあ僕初めてお会いしたのはね実は彼女が高校の卒業式の日なんですよ<ー>で古畑に 一回だけゲストで出てくれたんですけど、ああそう、山城慎吾さんのマジシャンだ。マジシャンの、でそれがちょうど卒業式の日だったんですよ。そうなの、ずいぶん慣れた演技だったねでも。うあでも今見るとやっぱりすごい緊張してんのわかりますけど。あ本当。あれがテレビほぼ初って言ってましたもんね。やっぱだからすごい度胸はあるんですよね。へえ元々はね、あのお姉さんのキーホーさん。キーホーさん、あの方もすごい上品な顔立ちで、へえって見倒れたことありますね。 きょうさんもい,いなんかやっぱちょっとあのー、敬いたくなる一家なんですよねなんかねなんなんだろうね歌舞伎の、うん、本当にだから前も言ったかもしれないですけどあのー、松さんと例えばまあ芝居の稽古の合間とかにご飯とか食べに行くんじゃね、うん、みんなでうん、うん、やっぱこうみんながその街の人々が、うんうん 母みたいなニュアンスになるんですよあでもね美女の特権ってそれなんだって、うん、あのよくさ男の人が美女連れ歩きたいって一人じゃん,うん、うん、それって母その権力が欲しいんだって、うん、美って権力なんだって、うんうん、っで歌舞伎界ってさ美女と美男がずっとくっついてきてるわけじゃん、うん、それやっぱすごいサラブレッドになるわなって感じだよねだ、まあ、ご本人はねものすごいざっくばらな方なんですけどねびっくりするびっくりする。 んそれでみたいなニュアンスの人だから <laughs> ああそう、うん、僕が食べてた大福を「ちょっと一口いいですか?」って言ってこう取って食べるような人ですからねすごいドキッとしますね、うん、か全然その無防備な感じがまたいいんですけどね、うん、でやっぱり結婚されて、ねうん、ご結婚されてあの少し落ち着かれてまたいい感じにそう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 す,、ね、すごい仲いいもんねご主人と、うん、この間なんかのフェスに私呼ばれて出てきたんだけどその時のギタリストの、うん 妻としてあの普通にやってきたんだけど、写真撮ったのかってもうすぐ二人でキュッと一つになってましたね。なかなかできないよこれ。僕と同い年ですからあの人。嘘。旦那さん。あ旦那さんね。クリスマスとかババサ、ババサで高校生の時に出たつって。間違えたこのババ。恥ずかしい。旦那さん同い年で、だから結構年離れてるしね。そうですよね。うん。でもすごい。全くほどではないですけどね。言わなきゃよかった。 すごい仲良しですよ。うんうん。イザベラバードもあどっちのどっちの夫婦が？なんかすごい仲良くてどっちの夫婦が？どっち？みんなみんなみんなです。イザベラバードもあの結構独舌だけどもやっぱ松さんが読んだからすごくこう上品な感じとかこう淡々とした感じは良かったでしょ？うん。聴いてないか？いや私あれさ松さんって思わなかったイザベラが本当にやってのかなっていうぐらいに知り松さん松さん。あ松さんだった。 で、松さんですけど、<laughs> で、その松さんがあのー、解説を書いてくださって。うんうん、なんで松さんが書いてくれたんですか、あれ。いなかったよ。探したよいなかったの。まあ、ね、僕はよく知ってるから。私の方がむ,むしろ知ってますよ。いや、僕の方がは、私なんかだって、ツイッターじゃない,いや、メ、メールやり取りしてますから、うん、松子とは。松子 <laughs> <laughs> 僕、家族ぐるみでお付き合いしてますからね。ね歌舞伎界の。そうだお母さんと僕、メル友ですから。うわ、重い。<laughs> ドラマ下だわそうだしかもドラマでねお父様とも、うん、そうですよお父様ともお父様って言いたくなるの不思議お兄様ともお姉様ともやってますから <laughs> お母様だけですけどやってない <laughs> 何なんだろうお母様つきたくなるねあのうち <laughs> おかしいっていう本が噛みつく2人が出たという話をたそうしたかったんでしたね、うんうん